おはようございます。おはようございます。今日もちょっとみんなでマスクしてあれですけど、まあ、今緊急事態宣言が東京1都3県緊急事態宣言明日から2月7日まで。長いですね。1ヶ月ぐらい。今出て、まあ、愛知県も出て、そう大阪となんかもちょっと共同で緊急事態宣言してくださいって言って、まあ、あの第1波第2波とか言われて、はい、まあ、うちの会社もいろいろ対策してるじゃん。はい、結構対策はうちは早くて、もう在宅に結構すぐ切り替えたよね。そうですね、すぐ切り替えましたよ ね。で、はい、11月ぐらいまで在宅にしようか。はい、そういう状況の中で、はい、まあ、いろんなことしてきたけど、まあちょっと落ち着いてきたなーっていう感じだったし、だけどあのね、これ本当にさ、はい、まあこれ職人さんが結構見てくれてるんでさ、まあぜひいい機会、まあ俺らって職人さんの世界って結構さ、はい、まあ、中卒でバカって言ったら失礼だけど、まあ、俺らって体育会系じゃん、うん、ね、大丈夫大丈夫なんとかなれって結構プラス思考って多いもんね、はい、あの一つちょっと気にしてほしいなと思うんですけど、昨日、はい、この7000人かなんか超えたんだ。そんな増えてたんですか。そうそう、でこれグラフこれなんだ、ニュースになってましたね。でこれまあ多分正月にいろいろね動いて、そうそう、なんか結局言ってましたね、正月の時はみんな自粛してると思ったら、はい、結局身内周りでみんな集まってるから、うん、身内周りから感染してたんで、あやっぱ数が集まるんだな。でかくなくても確かに集まりますよね、うん、結局自分では分かってないけどコロナにかかってるから、これで持ってって、はい、そこからまた広がってくる。急にやな、まあ、うちの会社もやっぱこんだけ人数が出てきて、まあ、また考えていかなかったじゃん。まあこの間ね、あの事務員が、ね、同時にバーンって辞めたみたいな話もあったわけで、はい、ちょっとね、今事務もね、まかない子同士が集まって、はい、まあ、今4人おるよね、実質4人、はい、事務の中で、まだ今わかんないから、じゃあ家に資料持ってってやるっていうのは、なかなか難しいかもしれないけど、じゃあどうするんだよね、できないことをできないで終わらせていったらあかんから、例えばどういう方法があるの、事務の家。話さないっていうのはきついんで、うん、まあ今一応ちょっと隣にバリケードがあるけど、なんかもうちょっとなんか大きめのやつを、ああなるほどね、やるとか、うん、あとはまあ営業はもう外行ってもいいもんね、営業にもう在宅にもう一回再スタートしてもいいかもしれないね。ああそうですね、うん、でまあそれこそ手洗いの入り口に絶対ついてやるのと、マスクをもう一回事務所内は社長も含め全員やるっていうのも一つの手かもしれないね。そうですね、うん、やっぱ飛沫とかが一番あれみたいなんで、ね、話すときはまあつけろとか。そうですよね。で逆に現場はどう。現場はまあ正直お客さんの接点は朝と終わりしかないんですけど、うん、結局おはようございますと終わりましたっていう、うん、その時だから面と面合わせてしゃべるもんだからマスクするしかないっていうか、まあ今やってるよな。そうですね、でも現場もう職人もまあみんなマスク配って、はい、あの一時期があったのは、やっぱ仕事中にマスクしようって言って全員やらしたの。絶対マスクしようでしょ。だけどやっぱもう問題みたいな、運動で子供がもう死んじゃったとか、ね、マスクしとったせいで酸欠で死んじゃったとか、やっぱ現場仕事って結構体動かすから、きついですよ。ちょっときついよね、これは。汗もすっくり出るし、これでももう苦しいよ。そうですね、濡れると息通さなくなってくるんで、マスクが。そうだよな。で、まあちょっと、まあ、作業中なかなかマスクっていうのは難しいかもしれないけど、ね、まあ外だといいけどね、空気の浄化っていうかさ、空気の換気どころの騒ぎじゃないじゃん、はい、外なんだから、ね、現代なんだよ、はい、まあ、そうだよな、現場は、まあ、一応、お客様との挨拶はきちんとマスクして、はい、営業なんかもそうだよね。難しいって言ったらね、コメントまたわーわーわー言うのもあるかもしれないけど、やっぱまず会社守らなあかんし、まあ俺本当にいろんな経営者と会うからさ、やっぱコロナで飲食店の人もそう、あ、はい、めちゃめちゃ苦しんでるとか、実は本当に首くくる自殺者の方が増えるんじゃないかっていうぐらい、そういう中で、まあ、飲食店だけじゃないかね、建設業も本当に決められてきてるじゃん。でも下がるよな、建設業は下がる、ね、あ、そうなんですか。なんであの下がるの。止めるからじゃないですかね。止めてるか止めてないかの差がね、うん、コツコツやってるところと、まあ、一気に止めるっていう、バーンとも止めちゃったもんね。多分その反動が大きいんですよね。でも今逆に職人も集まらんからな。そうそう、そういうところに流れ出ちゃった職人を、はい、こっちもやっぱり再開したから戻ってきてよって言っても、はい、集まんないとか、そういう話も聞くな。
大体決めちゃうんで、やっぱり1週間2週間ってもう先をもうやっぱり仕事がなくなるのが怖いんで、やっぱりもちろん、はい、そうするとやっぱりいきなり仕事あるからちょっとこっちこうやって、まあ、抜けれないですよね。まあそれはあるよな。まあ本当に、まあ、こうやって視聴者でね、一般の人が見とったらふざけんな会社のためにコロナ感染させやがってとか、そういう風になると嫌だけど、どう対策していくかだよね。この7000人だけど、はい、まあ、死亡者の数でいうと、まあ、これちょっと本当情報として見てほしいんだ。これあのこれみんなやっぱあの意識改革じゃないけど、今日の動画ってなんか俺らがいいよとか悪いよって、なんか俺らのやってることが間違ってるっていうじゃなくて、これだけ感染数が増えておるっていうことはやっぱ不要不急だって、不要なこと急じゃないんだよな、は控えようねって、もう俺宅飲み結構 やったの、うん、楽しいんだよな結構宅飲みみんなであの、はい、でテレビ電話でやるのかさ、はい、オンライン飲み会楽しいんだよな、いけるか一緒に、分かりました俺が一番やっぱもう根底にあるの会社出たりするんですよ、まあ、前だろうね、自分が辞めた運動の話も含めて、根底にあるのは今おる人たちをやっぱ何もならばし、俺もそのじゃあ逃げた方が楽って思う時もあるじゃん、だけどさ、経営者ちゃんと自殺するぐらいさ、だって別に金なんかなくなったってどうでもいいと思って、死ぬ理由ってさ、お金がなくなったことじゃなくて、はい、一生懸命ついてくれてきたくれた人に対する申し訳なさでしょ、お客様に対する責任感だから、はい、責任感がないと経営者なんか、まあ、責任感ない人もおるけど俺見てきたんだから、はい、でなんか建設業は特にじゃん、まあ、そのやんちゃくれのさ、もうやんちゃくれの人は費用対効果ってやばいよちょっとなんか優秀な方だけどいろんなやつおるじゃん本当にね、前だからあの飛んだやつとかさ借金よね、そんなもんだと思うし俺は、だからまあ好きだからやれるっていうのが、まあ、一つあると思うんだけど、うん、だまあ、みんな感じてほしいのは、これリスクヘッジしかないで、この間社員もあこれも素晴らしいなと思ったのは、はい、一緒にみんなで帰りご飯ちょこっと行こうかって、まあ、1時間ぐらいなんでちょこっと一杯行こうかって言ったら、やっぱおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでるから、はい、私はやめてきますねって、で若いもんで死なないだけじゃなくて、はい、そういうやっぱ意識が大事で、もう一律になんか全国 その、まあ、女性、はい、男性40代、50代、20代が、はい、みんな同じ方向を向く必要ないと思う。自分の状況とかに応じて、そうそうそう、自己管理ですよね。自己管理、これはもうそう思う。なんかよくコメント欄見てると、ただただ責めてるだけのコメントって結構多いじゃん、はい、うん、じゃなくて、まあ、自分の立ち位置でその世界にいて、絶対に感染したくないって言えばいいんだ、そうですよね、うん、それは間違いないです、うん、で俺はそこを攻めるしね、俺は、うん、会社っていうこの生きてるものがあって、本当にもうじゃあ1年間会社もう止めます、はい、って言って止めたらもう社員が絶対戻ってこないし、社員の生活も今困るだろうし、まあ、俺も俺の人生の人生設計も狂ってくるし、まあ、もちろんこのコロナ狂ってる、狂ってるけどその、まあ、許容許容でいろんなことを毎日判断してるんです、間違った選択、合ってる選択ってしとるわけじゃん、もちろん全部正解じゃなくてんだけど、まあ、実際今後こうやってやっぱコロナがひどくなるから、どうしていきたいとか、どうしたい、まあ、まあ私も責任者としてさ、一人一人意識していくしかないじゃない、とりあえずマスクつける、消毒する、お客さんと話すときは距離取るとか、そういう話、そうそう、できることは絶対やってかない、そうだね、リリーちゃんどう、やっぱ女性だからさ、やっぱまたね、はい、あのまあ、どっちかというと女性の方が保守的っていうか、きちんとマスクも絶対してるし、はい、あのいいことだと思うんだけど、その女性の観点からして、これまた建設業で働いてるからさ、はいはい、特にそういうところが、まあ、言い方悪いけど、意識が低いっていうかさ、まあ、うちね、結構緊急事態で、もう前から、もう在宅とかやった方だけど、はい、まあ、そういう世界で働いてて、はい、どう？そうですね、なんか、一回なんか、最初に最初の方に春ぐらいに緊急事態宣言出た時に、なんか本当に街中すからかんみたいな状態になったことあったじゃないですか。もうあの時なんだろう、そのもう普通にヤバくないみたいな、なんかコロナがっていうよりなんかこの経済が全くストップしてるっていう状態がなんかシンプルにヤバくねみたいなってなって、こんなことしてたらヤバいでしょみたいなってなったんで、なんかなんだろう、まあ、確かに感染者増えて死亡者が増えるのも確かに良くないし、うん、対策はしていかなきゃダメだけど、うん、またあの状態になるって思ったら
ちょっともう、まあそういうことね、ダメでしょっていうか、なんだろう、コロナで死ぬ可能性と経済がストップして不幸せになるっていう、その、て天秤にかけたら、まあそうだよね、あの状況は、ま、やばすぎたでしょって思うんですよ、うん、私は、うん、で、あの時ってさ、はい、特に俺こんなに長引くとみんな思ってなかったし、あ毎日そうかで明日のことって誰もわからんの、はい、だから俺ね、あんだけやってでも YouTube と撮ったじゃん俺らは、はい、いやいいよってそうなんだけどね、リスクヘッジして俺は YouTube っていうのも一つの仕事として大事なとこだから、はい、お客さんのとこでも動画撮る、はい、でそのことに対してすっげえコメントがあれて、一時期その YouTube やってる人はみんな家でしか撮ってない、外で撮るところ映しちゃダメだ、はい、だけど飲食店は動いてるし実際、うんうん、でも苦しんでね、やっぱお客さんがやってで建設会社ももちろん動いとったよね、はい、だけど映像にしちゃうと書かれる、うんうん、だからもうそんな関係ないじゃない、自分たちが発信できるものをやっとって、結局感染者はその時よりも全然、ね、11月12月多いわけじゃん、うん、でも人って多いじゃんめちゃくちゃ、はい、おったじゃん、はい、だけど自分たちもこれがもういつまで続くか今度分からん、うん、変わったから、うん、これすぐ終わるわって、うん、でお前ら何外でどんなこの間待っとけって1ヶ月2ヶ月3ヶ月だと思っとんの、うん、俺もそう思ってたし、まあまあ行ってこない2、3ヶ月だろうって、まあね、みんな家帰って仕事しろみたいな無理だった、むっちゃけ、うん、だけど何って正解分かんないからね、本当それ言うように、うん、であの時の状態みたいになる可能性あるってことだよね。そうですよね、実際今はそうらしいですよ、南その大阪も東京も今人が全然歩いてないらしい、そうですね、そうだよな、うん、だから本当にそうだって、会社潰した方が楽って言ったらあかんけど、うん、だけど、まあ、必ず戻ってくるって俺は信じてるしね、このコロナがいつまでも続かんっていうか、はい、まあだけどあと俺は1年は本当に視聴者の皆さん俺覚悟しておいて、まあ、俺1年はなるなってで1年、うん、もう持つ体力が、まあ、今この数字だったらやれると思ってるから、だったら俺はもう数字を追いかけるなって言ってる、だって現場のレベル上げるとか営業までレベル上げる、教育に時間を使えて無理してじゃあさ仕事作るために飛び込みしろ何しろこれしろ、うん、この間のジムの問題もそうだけど、うん、その無茶なことをさせようとはしてないの、うん、じゃあその時にやれることってじゃあ何って、はい、じゃあ教育とかさ、はい、現場のレベルアップとか品質高めることに力を入れていけば、はい、もう来年だよね、はい、1年経ってもコロナが収束した時にめちゃくちゃ強い場所になってるわけじゃん、はい、それでいいかなと思って、その仕事がバーンと今度倍来たって、はい、耐えれる力をつけようぜ、みんなで職人さんのレベル上げて、営業のレベル上げて、自分のレベル上げとけば、はい、絶対にチャンスをものにできるし、だけどそのチャンス来た時すら手に入れなかったかな、はい、そうですね、暇っていうか、まあちょっと時間があるときにそういうところを強めてくいてみたいな、うん、ただみんながなーなーになってもう仕事ねえでってボーっとさ、はい、でーってやってったらさ、はいはい、今度忙しくなったときにもう立ち上がる足腰ないじゃん、そうですよね、うん、だから俺はもうフルマックス 100% で稼働するように動いてるよね、はい、まあ喋れもうね、なんか寝たくなってきた納得すんな視聴者代わりもあるんだまあ今求人もね、求人道場ってやってて、本当にね、無料掲載してくれる子たちもおって、まあ、求人では種類以上、今今日見たら本当470社かな、で掲載しとるのがまあ170社ぐらいだな、だから今うちもすっごい求人来るからさ、塗り替え道場本当にそうですよ、すごい、もう毎日3件4件ぐらい、それだけやっぱもう急に暇に、今年になって暇になってきたんだなっていう実感あるんで、あぜひそっちの方もね、求人道場で検索すれば出てきますんで、ぜひそちらの方も登録して、でまた登録やっぱしてくれたら俺もまた金つぎ込めるからさ、うん、そうなるとねまたより良い求人サイトになってくるだろうので、うん、あのぜひそっちの方の登録もお願いします、お願いします、チャンネル登録といいねよろしくお願いします、お願いします、またねー、またねー。